川崎維新の内紛、離党者続出で何が維新の川崎市議が7人から4人にということで、ですねこちらについて触れていきたいと思います。はいあの川崎はですね荒れているイメージがあるんですけども、まあ、政治の方も荒れていますということで、ですね、まあ、こちらの YouTube チャンネルで、まあ、維新がですね、まあ、いろんな地方選挙で人数を増やしてで、その地方組織の内紛でどんどん人がいなくなっていくと。えー、富山 がね、0人になりましたとか、えー、長崎市議も0人になりましたとかね、えー、和歌山でも内紛が起こってどんどん人がいなくなってますとかそういったお話し、ま、したんですけども、えー、今回は川崎ということで、まあ、去年の統一地方選挙で維新の川崎市議会議員が7人誕生したんですよ。でそこから3人減って4人になったっていう、えー、状況なんですね。 で、今回ですね、三浦恵美さんっていうあの方が離党届を出されたっていうことで、まあ、税のプロがね、姿勢を変えるって、まあ、去年僕、と一朝鮮中にこの選挙ポスターを撮ってたんですけども、えこちらの方がえ離党届を出されましたと。で、大体、この維新の川崎のところで出てくる政治家っていうのが、まあ、二人いまして、一人が、 松田茂美さん、元神奈川県知事ですね。そして、えー、もう一人が金村龍奈、えー、衆議院議員、こちらの2名になるんですけども、で松田茂美さんって、元神奈川県知事で、今、参議院議員でね、神奈川県全体の参議院議員ではあるんですけど、もともと、神奈川の県議会議員の川崎市の麻生区、ここの選出の。 方なんですよ。なので、一応全国区で、神奈川全域でね知事やっていたんですけども、川崎が強い方であるんですね。そして、金村龍奈衆議院議員に関しては、このね、川崎駅とかでよく活動しているっていうぐらい、ま本当に神奈川の10区選出の国会議員、比例活動選なんですけども、そこの選出の方になっていて、当時ね、民主党の大臣とかまで務められていた方の人とかもやれたんですけども、とにかく10区にゆかりのある方ですと。で、 これね神奈川の一心見ていくとだいたい松沢さんが多分擁立したんだろうなっていう人とえ金村さんが擁立したんだろうなっていう人の、まあ、カラーがくっきり分かれてるというかで金村さんが擁立してる方っていうのはなんかだいたい本当にラゾーナ川崎とかになんかいそうな雰囲気の人なんですよ。 で、松沢茂海さんが擁立してる人っていうのは、なんかこう、司馬良太郎の本読んでそうな人みたいな、なんかそんな感じで、なんか全然カラーが違うんで、まあこれは合わないだろうなっていう風に思って見てたんですけども、えー、そこでね、えー、離党者が出ているっていうところで、でまず去年の7月ですね、えー、ここで最初に川崎の維新の分裂が起きましたと、はい、えー、三宅市議と飯田市議、こちらがですね、会派を離脱されるっていう報道が出て、で最終的にね、2人ともちょっと、 タイミングは違うんですすけども、えー、離も離党されたっていうようよなな感じなんですねで。何があったのかというと、まあ、ある補正予算案に対して、まあ、会派として反対の決定をしましたと。でそのままですね、あのー、反対の決議を出されるのかなと思ってたんですけどもえ5名の方が反対の決定に対してもう反して賛成票を入れられたんですね、はい。なので三宅さんと飯田さんだけが会派の決定を守ってそれ以外の方が増反して賛成なんですよ。 で、これよくわかんないのが、あの、造反者側が意思に残って、あの、会派としての意見のままね、えー、投票行動を行った、 二人の方があが離れるっていう、<laughs> そういったすごい稽古な、えー、出来事になっておりまして、まあ、大体ね、こう政治家が、まあ、党のね、あの決定といっても、もっと自分のね、えー、心情と合わないんで、も、ま、う、あ、どうしても離れますみたいな、えー、そういったことはね、結構あったりするんですけど、あの党とあの意見と違う方がくっきり残るっていうのはあんまりない展開なんで、これはね、すげえ面白いなっていうふうに思って、えー、去年は見てましたと。で、もともとね、なんか総務委員会で補正予算案に反対っていうのを決定したりとか、えー、そしてね、なので、造反の5名の主義、残っ た方ののの、えー、市議会議会員が、えー、3ヶ月の役職の停止処分を食らうっていうい普通抜けてった方がねなんかいろんな処分食らったりするんですけども逆で残った方が役職停止処分を受けていると。で、えー、抜けた飯田さんとかに関しては、えー、議会人として5人とは一緒にやっていけないみたいなね、えー、感じで言われているんですけどもでまあこのニュース見てた時個人的に当時去年思っていたのが。 まあ、それこそ、まあ、抜けたメンバーっていうのが、まあ、何期も、えー、市議会議員をやっている方で,で一方造反者5名のメンバーが新人のメンバーなんですよ。でそれこそ松澤さんとかはねゆかりのあるメンバーがそれこそもともとね、えー、議員を。 何期もやられていて、で維新に、えー、入ったっていう、えー、方もいらっしゃるんで、まあ、そこのね、三宅さん、飯田さんと新人5名で、まあ、相性が合わなかったんだろうなとか、まあ、そこのね、えー、松田さんとか、そのところのカラーとかとね、ちょっと違ったのかなみたいな感じでね、えー、見てて思っていました。はい、ただ 今回に関しては、三浦恵美さんっていう、この造反した5人のうちの1人がまた、えー、造反するっていうようなね、えー、展開になっておりまして、えー、18日川崎市議会の本会議ですね。えー、ここで大阪関西万博の開催について、延期や分散開催の見直しを求める意見書案っていうのが出されましたと。で、維新はね、もう万博推進なんで、えー、もちろんね、党と都市は反対。まあ、この、 川崎のね、えー、市議会としてはもちろん反対なんですけども、えー、この三浦恵美市議に関しては、えー、賛成というですね、えー、そういったところで増反をされましたと。ただ一応このね、見直しを求める意見書案に対して三浦恵美さんは賛成、万博のね、えー、延期とかそういったところに対して賛成してるんですけども、別に万博推進の考えが変わったわけではありませんというところを、えー、弁明されているという、えー、状況なんですね。はい。 まあこちらに関しては、維新という政党だったら、反対というのがまあ普通のセオリーなのかなというふうに思ったりしてるんですけども、あともう一個ですね、外国人の地方参政権に反対する立場っていう、とこから多文化共生社会推進指針っていうのがね、川崎市の方でえ出されまして、それに対してちょっと修正してくださいとえ求める決議案に対してえ賛成を出されましたと、どうやら三浦恵美さんは、この外国人の地方参政権に対してものすごく反対しているっていう立場なので、そこに対して、なんか元々所属の方がね、この決議案とか出さ ていいところに乗っかっかたうっうようなな、えー、感じなんでですねで維新としては、この会派としては退席するという、えー、流れだったらしいんですけども、三浦恵美さんに関しては同調されたというような、えー、感じでございます、はい。で、この三浦恵美さんは3月の18日にです、ねえー、離党届を、えー、提出されましてで、そうすると、これ、ね、川崎の維新の会派がですね4人になるんですよ。 もしあの離党届が、えー、最終的に受理されて、えー、離党されると4人なんですよそうすると交渉会派は5人以上なんでそこがなくなってしまうという最初7人いたのに交渉会派を維持できないっていう、えー、そういった状況になるっていう、えー、感じでございます。はい、だからねもともとこの前回の川崎維新、えー、去年の7月の川崎維新の分裂の時にはなんかね会派でのこのお話とかをちゃんと議事録取ってなかったらしいんですね。 これあの金村龍奈、えー、さんこう X の方でですねえー、そちらについてなんか弁明みたいなのされているんですけども、えー、この当時今回の事態は会派運営における至らなさに尽きると考えております段階議そのものの議事録もなく明確な補正予算のえ賛否確認もされておらず会派内で賛否の認識は分かれていたことに気づかず総務委員会の議決に至ってしまいましたその結果一期制はえ造反に至ったわけですが議会ルールを逸脱した行為であることは明白であり処分に至りましたまた議事録を取っていない以上、えー、一体言わないの水かけ論となり説明 不足と理解不足という席は双方にありますみたいな感じもされていると。で、そこでそこの部分を改善されたっていう状況の中で今回、えー、同反者がまた出てきたというような感じですね。で、この三浦真里さんに関しては、私自身の政治信念に基づいて決断したっていうふうに言われてるんですけども、で、この三浦さんっていう方、なんか聞いたことあるなっていうふうに思ってて、僕はあの今年の上旬ですね、1個 X で投稿しておりまして、思い出したんですけど、維新のこの 川崎市議この三浦さんがえ立憲の川崎市議のパクリツイートをして東京新聞さんに報道されるっていうですねえそういった出来事がございましてえ東京新聞さんの見出しですね維新の川崎市議に過ぎている SNS 投稿で謝罪高井派市議の投稿とほぼ同内容選挙区と当選回数までってとこで、まあ、あのパクリツイート系ですねはい。 でしかも、このパクリツイート、これ、立憲の高橋美里さんが AC の三浦恵美さんにやられましたっていうね、えー、投稿をね、今年の1月の5日にされていたんですが、私が1月1日にポストした文書と告示しているのですが、なぜでしょうか、偶然にしては一致しすぎていると思うのですがっていうところで疑問を呈されていると。で、まあ、内容としては高橋美里さんがね、明けましておめでとうございます。新年のご挨拶を考えていたところで、地震のニュースが飛び込んできました。被害が大きくならないことを祈るばかりです。災害はいつ来るか分かりません。日頃の備えが本当に重要です。 ぜひ川崎防災アプリをご活用くださいというところで、えー、三浦恵美さんもあけましておめでとうございます。えー、新年早々に地震のニュースが飛び込んでまいりました。だから、えー、高橋みなさんが地震、えー、のニュースが飛び込んできました。えー、三浦恵美さんが地震、えー、のニュースが飛び込んでまいりました。被害が大きくならないことを祈るばかりです。三浦海さん、被害が大きくならないことを祈るばかりかですがないだけですね。そして、えー、災害はいつ来るか分かりません。 災害はいつ来るか分かりませんので、もうのでがついてるだけみたいな。で、日頃の備えが本当に重要です。ここは一緒です。はい。で、えー、ぜひ川崎防災アプリをご活用ください。もうここも一緒っていうところでね、ほぼ、えー、一緒になってると。で、なんでこの投稿がね、えー、一緒なのかっていうところが、まあ、あのー、ここの、えー、三浦恵美さんも、まあ、ちょっと弁明などもね、えー、とされておりまして、まあ、実際この、 お詫びの文書なども、えー、挙げられておりますと。はい。えー、高橋みさとしが元旦に X に投稿した川崎防災アプリを紹介する記事に告示した内容を X に投げました。高橋しの投稿を拝見した際、大変素晴らしい内容だと思い、参考にさせていただきたいと思いました。しかし、警察にも、えー、文言を真似たため、えー、告示した内容となり、結果として高橋しに大変不快な思いをさせてしまいました。私の一連の声は決して許されるべきものではなく、深く反省しております。この場を借りまして、高橋みさとしにここよりお詫び申し上げますというふうに言われていて。まあ、明けましておめでとうございます。 その文章以降も一緒になるってすごい珍しい状態だなというふうに思ってましてまあ去年ですねあの仙台市議選のタイミングで、えー、と立憲民主党のね、えー、市議候補が、まあ、あの共産党の、ねえー、方の文章をパクったってですね、まあ、件もあったんですけどよく文章パクリ騒動みたいなね起こったりするんですけどもそれも川崎で、えー、行われていたっていうような、えー、感じですねはい。 で、まあ、そんな中で、じゃあ今回、三浦さんが、まあ、あの会派を抜けた理由ですね、まあ、これ、東京新聞さんにもより詳しく、えー、と書かれておりましてで、その時のちょっと状況っていうのが、言われているのがですね、はいまあ、あの万博以外にその外国人参政権の、えー、とこですね、はいでえっと、この決議案の会派に従わなかった理由として、まあ、会派で賛成すると最初、決まらしいんですね。はい 一応だからその無所属の5人の提出した決議案に会派で賛成するって決まってたらしいんですよ、ただその後に、この維新の川崎神奈川県議の川崎選出の松川県議だったりとか、金村衆議院議員の意見で自民党と包を合わせ、会派として退席することになりましたと、政治家として外部の圧力に影響を受けるような格好のない決断はありえないというふうに言われているというような状況なんですね。はい まなので、まあ、そこに対して、えーまあ、この会派の意見が、ね、変わっているっていうのは、じえそれこそ県議だったりとか、まあ、国会議員のそういった介入によって意見が変わるっていうのはよくないんじゃないですかっていうのは、こう三浦恵美さん側が言われているっていうような状況ですね。はい ただね、私の自身の政治信念に基づいて決断しったっていうふうに言われてるんですけど、まあでもパクリツイートしてるんで、まあそこはちょっとどうなんだろうなっていうふうに思ったりしてるんですけども、で、一方で、まあ維新側もですね、まあそれこそ、えー、金村さんとかこの件に関して、あのー、投稿されておりまして、えー、言われておりますと。はい。で、造反についてのお詫び、コに関会社もお詫びをされておりますと。はい。で、 一応、川崎市内4名からヒアリングはすでに置いていて、で今回の三浦さんの行動と経緯、今後の方針については確認をしたと言われております。そして三浦さんのヒアリングは3月21日を予定されているんで、またこのあと、えー、新たなことが分かってくるというような、えー、状況ですね。はいえー、そして、えー、こちらのですね、えー、二兵勝恵さん、那須の彩加さんという方がまだ残っているメンバーで、えー、去年の都市長選で僕が川崎行って実際撮った、えー、ポスター写真なんですけども、で一応、 国政で行くと、か、川崎市が組まれるエリアっていうのは、えー、神奈川10区、そして9区、18区、19区、ここがね、含まれていて、維新は全部の選挙区に校舎を擁立予定する形になっております。はい。もうすでに支部長も発表されてるんですけども、で、10区、金村龍奈さんがね、まあえっ、ーえー、と、神奈川維新のトップやってるんですけども、これ金村龍奈さんの、えっ、ー、と、市議はまだ誰も離党してないという、えー、状況です。はい。で、 9区が、えっと、1人もいなくて、もう離れた、いなくなって、18区と19区に関しては1名ずつ、えー、離党されたっていうような、えー、感じになりましたと。はい。で、18区といえば、それこそ、あのーまあ、教育を無償化を実現する会の方と、そして維新が、ね、今バッティングしてて、えー、今後どうなっていくんですかっていうね、こう選挙区になっていて。で、19区といえば、まあ、自民党も新人立てて、えー、そして、まあ、維新もね、えっと、今、県議会議員の方が、 えーと次、国政に出る予定になってるんでま、またね、この川崎市で。 維新の地方議員が減るっていうね、国政に出ること確定してるんで減るっていう状況になってるんですけども、まあその方と、そして深作 SS さん国民民主の方ですね。で、19区はめっちゃ活動量が多い人たちが揃ってるんで、立憲も出ますし、19区もね、めっちゃ面白い選挙になってるんですけども、まあちょっとね、この川崎維新のこの内紛っていうのが、まあ今後どういう風に影響していくのか、まあここはね、ちょっと注目なのかなっていう風に思っておりますので、えー、どんどんですね、注目していきたいなと思っております。えー、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。